こんにちは、オランジュリのミカです。今日は発酵生地の作り方と余った発酵生地で作るプチパンを作っていきましょう。材料の説明です。純強力粉 200g、 私はリスドールを使っています。インスタントドライイースト 1g、 お塩 4g、 こちらをスケッパーの丸い方を使ってよく混ぜていきます。お水 130g を加えてよく混ぜていきましょう。粉気がなくなりましたら台に出していきます。台に出しましたら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻す、押して生地をこねていきます。だいたい1分か2分ぐらいこねてください。生地を丸めて発酵させていきます。ボウルに入れてラップをかけましたら28度で60分発酵させましょう。60分経ちました。パンチをしていきます。台に打ち粉をして生地を出していきます。生地の片方を引っ張って3分の1折ります。反対側も同じようにしていきましょう。これで3つ折り1回目、向きを変えてもう1回していきます。生地をしっかり締めましたらボウルに入れて28度で60分発酵させてください。60分発酵させたら出来上がりです。保存は冷蔵庫で 4,5 日で使い切っていきましょう。では発酵生地で作るプチパンの説明をしていきます。キャンバス地を用意してください。キャンバス地がない場合は天板にクッキングシートを敷いておきましょう。余った発酵生地です。先ほどの生地に比べて緩くなってますね。分割をしていきます。1個だいたい 40g から 50g に分割していきましょう。生地を丸めます。手のひらの中でゆっくりと転がしてください。生地を張らせるように転がします。ピンと生地が張るように転がりましたらキャンバス地に移していきます。同じように丸めていきます。キャンバス地には少し離しておくようにしてください。山を作って発酵させていきます。35度で30分発酵させていきます。30分経ちました。生地がかなり緩んでいます。クッキングシートに生地を移していきます。布取り板を使って生地を移動していきましょう。打ち粉をします。クープナイフでクープを1本入れていきます。240度のオーブンで10分焼いていきましょう。スチームも入れてください。はい、焼き上がりました。いい色に焼き上がりましたね。クープもしっかり開いています。余った発酵生地はプチパンの他にピザにしても美味しいですし、何個か小さく分割して冷凍しといてもいいです。これから発酵生地を使ったメニューをどんどんご紹介していきますので、ぜひ作って待っていてくださいね。